ということでね、今日はこの珍石コレクションをね、皆さんにご紹介しようと思います。よし、それでは一つ一つ見ていきますか。これはね、なんかよくわからんけど、こんな川が上から流れてるみたいな石。これはね、おそらく、なんだったっけこれ、ノジュール。ノジュールの中にもう一個ノジュールがあったのが取れたやつと思う。んで、次はこれ。二つのノジュールがこう、ここにはまってる。これもおそらくなんか、ノジュールかなんかやと思います。こんな感じ。で、このまん丸のノジュールが3つ。まだね、ちょっと家の外にも置いてるんやけど。これなんかこういう半分に割れてるやつ。これはめちゃめちゃ硬い素材のノジュールと思う。ちょっとこう中見えてますね。んで、これ。これね、めちゃくちゃ軽い。軽さで言うと、これの、どうかな、10分の1ぐらい。すんごい軽い。軽い石ですね。こんな軽い石。んで、んで、これもおそらく、ノジュールとかかな。これはこういう石。これもでっかいノジュールだと思いますけども、こんな感じで表面がちょっと半分取れてる。分かりにくいんですけどね、これなんか多分磨けばすごくツヤが出る石と思いますね。なんか妙な形してます。んで、これは亀甲石ですね。こんな感じで。で、この辺がお気に入りです。なんかね、こんな感じで変な石ですね。これなんかもこう、なんか蜂の巣のような穴が開いてますけども、それから面白そうなとこか。まあこれはこういうキラキラした石ね。これはなんか大鉄鋼的な、なんかこれもなんかこう穴がついた石ですね。こんなんとか、もうこういうね、ありえない形の石。こんなんとか、他なんかみたいのあるかな。あ、これ、これなんか変わってる。どんなことしたらこういう形になるんかなみたいな石とか。これめちゃめちゃ可愛い。ほら、おちょこみたいなこんな石でね。別にね、可愛くはないんやけど、めちゃめちゃ不思議な形の石がこれ。どうやったらこういうぬぺーっとしたね、こう形になるのかっていう謎の石。こういうね、こんなとんがってるけど丸いみたいな。で、おそらくこれはこうちょっとね、何かのシンボル的なこういう石ですね。ご想像にお任せしますと。あとはね、面白そうなとこか。これなんかも結構こう脈状にね、
なんかすごい走ってる石。なんなんかな。あとは、これは、まあ、がっつり水晶ですね。水晶の形してます。これは僕が前見つけたホタル石ね。で、これは海で拾った、なんかサンゴのやつ。これもキラキラした石。これはね、前に水晶のクラスターがついて、後ろにキラキラしたのがついてるやつ。あ、これ僕が前海で拾って磨き上げた、バラ水晶、ローズクォーツですね。それから、これはホタル石ね。で、これはなんか前山で拾った謎の、なんか金属っぽい光り方するなんか謎の石。これなんかも面白い形してるし、これもね、なんかここだけ、ここがね、なんかこう墨みたいな素材で分かりにくいんですけどね、なんか芯みたいになってるんですね。周りはちょっと金属が入ってるような錆びたようなやつ。面白そうなとこあるかな。あとこんなのなんか鍾乳石っぽい感じですね。こんな磨けば綺麗になりそうな石とか、こういう石とか、あとはこれは火山岩っぽい中に石英っぽいのがあるやつとか。そして下へ行くと、ここはまああんまり、手前だけお気に入り、これ一番めっちゃ気に入ってる、これ結構石ね。こんな感じになってまして、こういうやつね、磨けば綺麗になりそうなやつよ。でここね、これはね、なんかわからんけど、細かい、なんかブロッコリーみたいな結晶状の、鍾乳石っぽいですよね。で、これもなんか鍾乳石っぽい。こういう、ツルツルっとした、乳白色の石ですと。これもまた鍾乳石っぽいかなと思うんやけど、なんか硬くて重いですね。すごく硬くて重たい、なんかの骨のような気もするけど、なんかの骨だったりするんかな、骨の化石かな、ちょっと分かりませんけど、誰か詳しい方教えてください。これなんか価値がありそうなんやけど。あとはね、この辺つらつらっと鍾乳石っぽいのがありまして、でまあこれちょっと水晶のちょっと大きいやつとか、これはね、前見つけたホタル石が脈状に入ってるやつとか、ありまして、で、これは人工なのか、それとも自然にできたのか、ちょっとわからんけど、キノコのような形した何か。まるでなんか人工物みたいやけど、なんか上にこんな風になってます。あ、一応紹介しとくと、こんな感じで、地元のね、孫子とか、そういったのをちょっと集めてます。全然ね、足りないんでね、皆さん余ってたらください。龍神村の孫子と、引川町子の、下巻、中平地町子の下巻、あとは、どこが欲しいかな。まあ、そんな感じです。よっ。あ、これをもらってきたやつですね。茶とその文化。2000円ぐらいでしたね。これは中古で。熊野さんか。で、これがすごい価値でもあるんかなと、昭和初期ぐらいの
和漢骨董全書玉椿肖像版っていうかな、まあ、こういうやつなんですけど、これもねだいたい中古で3000円ぐらい売ってましたね。昭和初期ぐらいのやつです。真珠湾のやつ、熊野についての研究本です。こっち置いとくか。あとはこれがね思ったより安かったな。塗り大将の威木臭、こういうやつね。塗り大将さんっていう人のやつね。これもねそんなに高くなかった、3000円ぐらいだったかな。以上でこのサニーさんの珍石コレクションの紹介を終わります。なんかこれすごいよみたいなのあったら教えてください。